身が神鏡やっていきたいと思います。最新フリーホラーゲーム、上から読んでも下から読んでも身が神鏡らしいよ。最初俺ずっと三鏡って呼んでました。ごめんなさい。よかった、噛まなくて。可愛い。多分この子が主人公だと思います。可愛い女の子が出てくるゲームは神ゲー。はっきりわかんだね。始まる。始めるじゃないんだ。始まる。始まるぞ。売り猫いらっしゃい。ストーリーがね、すごくいいらしい。という評判を聞いているよ。てんてんてん。てんてん。ありがとうございます。なんだなんだ?こっからは、私一人で頑張ります。ゆらかむに、清流いらっしゃい。ここまで送ってくれてありがとうございました。送ってくれて。あとは、必ずうまくやってみせます。うまくやってみせる。何を?沈黙。あ、待って、このゲームには、暴力的なシーンやグロテスクなシーンが含まれます。なんだ今の音。すごいグロテスクな感じの字が。ひないらっしゃい。これは、どこかの田舎村でのお話です。ほう。ここって田舎なのん?ミカちゃんとナオちゃん、二人の女の子がおりました。信頼いらっしゃい。二人は姉妹ではなく、年も離れていましたが、小さい時から仲良しでした。ほうほう。ミカちゃんはまだ小さな小学生。ナミちゃんでいいか。ナミちゃんは、ナミちゃんを実の姉のようにしたい。ちくわいらっしゃい。あ、ナエちゃんか、これ。ナエちゃんは少しお姉さんで中学生。ミカちゃんを実の妹のように愛しました。ほうほう、血はつながってないと。ネギトロに初見さんいらっしゃい。そんなある日のことです。二人はバスに乗って大きな町の方へと遊びに行きました。東京かな。あ、バスだ。ナエかわいい。ナエちゃんじゃないな、オープニングの子は。町まで遊びに行くのも久しぶりだね。いつぶりだっけ。ナエちゃん、黒髪ロング。確かあのみかんに誕生日プレゼントを買いに行った時ぶりくらいかな。アレンジも加えていくよ。シャドウいらっしゃい。久しぶりの二人だけのお出かけです。きっと町の方には、村にはないものがたくさんあるのでしょう。町と村の違いってなんだっけ、規模だっけ。きっととても楽しい一日になるはずでした。楽しみだよね。あのカフェだっけ、あそこには絶対行こうね。このひらがなな感じすごいいいですね。カフェだっけ。しかしその時でした。その事故が起きてしまったのです。事故。うん、あとね、あとね。うわっ、うわー、崖から転落すんのかな。そしてサバイバルかな。グリザイアの果実みたいな。違う、人肉を。いやいらっしゃい。そう、二人の乗ったバスが事故に遭ってしまったのです。なえちゃんは腕に怪我をしてしまいました。一人病院に入院です。生きてるんだね、でも。生きてるんだね。おや、今日は、どうやら、ミカちゃんが、なえちゃんに会いに、病院まで来たみたいですよ。待って。俺ずっとこれ、ミカちゃん視点の、あれかと思ったら、これ誰視点なんだ、これ。神様?誰視点の会話だったんだ、今の。ミカちゃんじゃないんだ。かわいい。オープニングの子だね、これ、タイトルの。ミカのバッグ。ここで使うものではないよな。どこで使うんだろう、ミカちゃんのバッグ。ミカの手帳、昔、苗からもらった。ここで、あ、はい。見ることは許さんと。ダッシュは、待ってよ。ダッシュないのかな?あ、ダッシュ機能ないよだ。入院してもうすぐ1年。いつになったら退院できるのかな?ミカちゃんは無事で、苗ちゃんだけ怪我したのかな?供述トリックの可能性が別のゲームを引きずってるな。カレー、晩ご飯カレーにするから頑張ろう。カレー好きかい。注射、いやいや、あカレーを食えば何とかなるさ。帰ります。くそ、俺入院したことないな。みんなはあります、入院。ここだけの話だけどね、この病院変な噂があるの。ほう、リュウいらっしゃい。たまに入院している患者さんとかお医者さんが忽然と消えたりとか。怖えな。ある、ない、怖いわね、ふふ。そんな病院嫌でしょ。突然と姿消す病院によく通えるな、みんな。噂?ヒロいらっしゃい。この病院は3階建て。病室は各階にいくつかある。ふむ。そしてちょっと病院じゃない。音量ちょっと小さいかな。ちょっと音量上げていい?こんぐらいかの?わかんねえ。
初見です、いらっしゃい。美穂いらっしゃい。ゆっくりしててね、初見さんも。身が髪鏡やってるよ。黒いらっしゃい。一応動画も撮ってるんで、見れない方は動画で見てね。ジンタンのゲーム軸チャンネルでググってみてね。YouTube であります。めぐるいらっしゃい。苗は302号室のようだ。方法。病院ってあれだっけ ?4 のつく部屋がないんだっけ、不吉だということで。上の階に上がる階段は画面の左側にあるわよ。え?画面の左側?めたいな、いきなり。めたくね?めたいな。お嬢ちゃん、悪いことしていないかしら?悪いことばっかりしてると、身が神様に連れられてしまうんだよ。あ、ほら、タイトル回収。身が神様。身が神様ね。何年に一回くらい、この地方では神隠しみたいに人が消えてしまう事件があるの。和骨いらっしゃい。ぐらいいらっしゃい。それは、身が神様っていう神様の仕業なんだって聞いたわ。身が神様。女子トイレ入れる!花園。夢の花園。ん?個室には入れないのか。待って、これって、何なんだ?ここ、ここか。ここが扉なのか。なるほど。なんかこことここ近いな、すごい。カップル席かな。カップルシートかな、あれ。役に近いのが2つあったんだけど。男子トイレも、あ、ここは入らない方がいい。何?トイレでカップルシートって嫌だよね。なんか、あるじゃないですか、カップルシートみたいな。トイレであったらどうなんだろうか。この病院にはいろいろな噂があってな。昔、この近くで自動車事故があってな、親子の乗っていた車が電柱にぶつかったんだわ。ほう。でな、その車に乗っていた母親が息子、この病院に持ってきたんだと。持ってきたって言い方が、え、もうなくなってるってこと?ほら、持ってきたってのは、その息子の首から上がなかったんじゃわ。事故でぶっ飛んじまったんだな。えーぐいー。そんでも、その母親は息子を助けて、息子を助けて、首がないのって叫び続けて。もう、わやパニックよ。挙句、母親があなたの首を代わりにちょうだい。まだくっつけたら間に合うから、なんて言い出して。マジか、えぐい。その母親、数日後に首をつっちまったらしいんだが、うわー、精神的に。それからというもの、この病院では夜な夜な母親のかすかな声が聞こえるんじゃ。首をちょうだいってな。でな、それだけじゃなくてよ、奇妙な事件が起こるんだわ。この病院で亡くなった人が火葬されると、妙に首の部分の骨だけがないなんてことが。でもショックだよね、そんな事件。噂だとな、その奪われた首の方もさまよって自分の胴体を探していて、あのさ、これ絶対後々出るよね、これ。もう丁寧な前振りだもんね、これ。出るぞ、出るぞ、出るぞ。くそー、出るんだろ?この病院は生首だけの、お化けが大量に大量にさまよってる。ははは、怖えだろ、ははは。すげえ丁寧に前振りしてくれるな。なんだろう、漫才の前説みたいな。いつやるか、明日でしょ。倍返しだべ、100倍返しだべ。ハスカップ汁ブシュー。去年の流行語はたくさんあったな。全部惜しいんだよな。あ、自販機だ。明日から頑張るって意味かな。今北さんいらっしゃいね。なおたんいらっしゃい。古い。若干古い。ここら辺調べなくてもいいのかな?探索はさ、あ、なんかあるじゃん。え、これ、え?身が神様の祠。身が神様とは、この、ほろほべつし。言いづれ。言いづれ。ほろべかと思った。え?ほろほべつし。言いづらい。浅苗村に伝わる神様です。言えるみんな。ほろほべつし。ほろほべつし。1940年頃から神隠しをする。と言い伝えられるようになりました。この病院でも神隠しのような事件が多発したため、この祠は作られました。と書かれている。病院移設しよう。移設しよう、それは。ほろほべつ。ね、祠の規模ちっちゃいけど、まあでも気持ちの問題だよね、ああいうのはね。うん。祀ったっていう自分の自己満足みたいな。眉いらっしゃい。ああ、忙しい。忙しい、そうですね。うん。お、ここは立ち入り禁止だよ。入る前に行ってくれよ、じゃあ。立ち入り禁止っていう札を立てといてほしかったな。2014年のカレンダーがかかっている。2014年。1年前か、これ。でも出たの最近だよね。身が神鏡。外に作れば、まあ確かにね。ナースステーション。103号室。空き室のようだ。あ、ナースさん。あら、どうしたの、お嬢ちゃん。ここは空き部屋よ。じゃあなぜいるんだろうか。ベッドメイキングかな。お、入れる。行けるとこいっぱいあるね、これ。
シャワー室のような。入れるとこもいっぱいある。なかなかのボリュームとお見受けしましたよ。まあ、立ち入り禁止でも俺は入るけどさ。あのゲームの中ではね。みんなあれだよ。立ち入り禁止のとこ入っちゃダメだからね。リアルでは。個室と書いてある。入らない方がいいだろう。何？麦茶いらっしゃい。立花いらっしゃい。個別、個室か。個室いいよね。でも病院の個室って高いんだよね。待って、エレベーターで使えなかったん、エレベーター使えないのか。あー、使わせてくんない。くそ。まあ、いっか。徒歩で上がる、徒歩で。若いしな。麦麦いらっしゃい。どうしようかな。もう3回行ってもいいけどな。まあ、でも話聞きたいか。この病院にはいろいろな噂があってな。すぐ近くに古い倉庫があってな。どうも出るらしいんじゃよ、霊が。また前振りですか？病気の息子のために高価な薬を買ったが効果が出ず、結果、借金だけが積み重なり、自殺した父親の霊。初見さんもいらっしゃいね。ゆっくりしててね。足の不自由な三つ子の弟たちの治療費を稼ごうとしたが、無理がたたって過労死した兄。そやつらの霊が出るとな。みんなあれだよね。霊の話しか知らないな、この人たち。この病院にはいろいろな噂があってな。あ、これおじいちゃんか。赤ちゃんか。赤ちゃんかと思ったらおじいちゃんか。なんだ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 、なんか動かなくなったぞ。どうしたどうした。あ、びっくりした。琵琶湖ですらじゃい。すぐ近くに古い倉庫があってな。どうも出るらしいんじゃよ、霊が。よく見たらヒゲがあった。事故で耳が聞こえなくなってしまった最後に意味不明な曲を残して自殺した作曲家も。あれだね。なんだろう。奇跡の世代が揃ってるのかな、この病院は。オンパレードなんだけど。腹を刺されて110番に電話かけようとしたが、間違った番号にかけ続けて亡くなった子供。そやつらの霊が出るとな。なんかもうすごいオンパレードすぎて。トイレとかも多分後々来るんだろうな、トイレとかも。まあいいか。本当に奇跡の世代が100年に1年1人の素材。神々だな。 100年に1人の逸材か。逸材が言えなかった。なんか2人いるぞ。入れない素材。やっぱ年取るととっさに言葉出てこないよね。読めない読めない。なんもないか。ルイは友を呼ぶ。なるほどね。お嬢さん、ここは立ち入り禁止だ。ん、君は？あ、いや、気のせいか。なんだなんだ、前振りか。前振りだな。この病院やばいよね。ねえねえ、聞いた噂なんだけど、この村、たまに神隠し事件って起こるじゃない？何年か前、この病院でそれが起こったんだってよ。なんでもね、看護婦、てか看護師ね、ある時、何の前触れもなくいなくなっちゃったらしいの。同僚の先生とかは、出勤して休憩スペースに入っていったのを最後にって証言しててね。それと、あら、お嬢ちゃんどうしたの？もしかして今の話聞いちゃった？ふふふ、大丈夫よ。ただの噂だから。殺人のプロにサリューいらっしゃい。あんたそういう話好きね。あんたてか、ここの住人全員そうだよね。みんな噂話が大好き。ほら、ここ入ってきちゃダメよ。だから入る前に行ってほしかったです。2014年の。初見いらっしゃい。お嬢ちゃん、御神様のおとぎ話は知ってっかい？常勝いらっしゃい。噂は聞いてる。悪い子を神隠ししちゃうんだ。だからおじさん、せがれに言ってんだ。泣いてっと、三日神様に連れてかれんぞって。そんなんで、そんでなんまおっかねえとこに閉じ込められっぞって。これってどこなまりなんでしょうね。なんまおっかねえとこ。カレンいらっしゃい。空き部屋のようだ。結構なまりが多発してるけど、ここは片付け中よ。ふむふむ、なんか置いてある。くそ、読めないのか。ちぇー。乾杯いらっしゃい。北海道弁なのかこれ。北海道弁なのこれ。北海道っぽいシャワー。まあ何もないよな。マキチいらっしゃい。北海道だけど通じる。ほう。じゃあ北海道なんだ。作者さん北海道なのかな、じゃあ。みんな詳しいな。202号室。201号室。こんな小さな村にこんな大きな病院なんて必要なのかね。噂じゃ戦時中増改築の時に何やら事故があったとかなかったとか。だけど国から圧力をかけられて増改築を中止するわけにはいかなくなったとか。ふむふむ。ねえ、札幌みたいな名前だったよね。確かに。今ね、俺すごい寄り道してるんで、だからストーリーだけを進めたい人はね、即刻302号室に行ったらね、行けると思う。やっぱこういう前振りみたいなのを全部回収したいよね。
まあ、そのせいで毎回動画のテンポ悪くなるんですけど申し訳ない。たたりじゃ、三河神様のたたりじゃ、神隠しが起こるぞ。わかったから病室戻ろうぜじいさん。何か見えるのか。この村いろいろ噂が絶えないのよね。お化けが出るとかそういうのはまだいいの。病院だったらその噂どこでもあるから。黒田もいらっしゃい。でも人が消えるとかそういうのもあるのよね。さすがにそれはね。ほうほう。301号室302で話が進むからちょっと避けて通ろうか。ここよな。よし。ここ最近わやしばれんべ、わやしばれんべ、今朝出かけようとしたら道がなんまつるつるでな。そういやジャッピンカットンカットラン買ったこと思い出してしたっけ。滑って雪ん中頭から突っ込んでな。くそ、なんだジャッピン、ジャンプだなこれ。ジャッピンってジャンプでしょこれ。ジャンプを買ってなくて雪ん中に頭突っ込んだと。バッチーわしゃっけーわで大変だったんよ。汚いし、しゃっけーってなんだ、濡れたってことなのか。くそ北海道弁難しい、解読できない。くそ、全部解読したいおじさんなのに。まあこれはいいか。難しい。ぜひね、わかる方は動画のコメント欄でもお願いします。和訳を。あ、しゃっこいて冷たいなんだ。へえ、ありがとう。呪いとか何言ってんのよ、あるわけないって。しゃっこいて冷たいんだ。なんかこの病院呪われてるとか噂があるのよね。入院した患者や医者の先生がたまに行方知れずになったりとかね。どうも昔あった事故によって呪われたとか。ふむふむ。もうすごい丁寧に伏線を張ってくれるからみんな。306室ここは入れるかな。やっぱ入れないか。ふむふむ。でもあれだよね、噂してると来るみたいな言うよね。304号室オッケー。ここ見たらもう全点検終了。ふいー、相変わらずのカップル席。ここだよね、トイレね。こことここだよね。これ柱だもんね。なぜここだけすごい。普通さ、トイレってさ均等だよね。一個開け一個開けみたいな。やはりこれはカップル席なんでしょ。中のね、ちょ、ツレションしようよみたいな言わねえか。女子はツレションとか言わないか。申し訳ねえ。やだな、女子がねえねえツレションしないみたいな言わないか。お手洗い行こうみたいな。あ、ミカやっと来た。ミカこっちこっち。あらー、あらー、お、来てくれてありがとう。ミカ久しぶり。事故の日以来かな。もう遅いよ。ミカ待ってたんだよ。入院してるって。すごく退屈でさ。あ、大丈夫。ここに来るのに迷わなかった？で、どうしたのミカ。泣いてる？ちょっと安心しちゃって。今まで寂しくって。あー、このゲームね、マルチエンディングらしいんで、これで分岐すんのかな。でさ、このミカちゃんってあれだね。ドラクエ方式なんですね。ミカちゃん喋んないんだね、全然。ちょっと安心しちゃって。今まで寂しくって。これでしょ。もうちょっともう、気ましエンドを、俺は、行きたいと思う。もう大げさだな。ちょっと怪我しただけだよ。退院したら、また遊ぼうよ。だから泣かないで。そうだ、ここに来るの、遠くで疲れたでしょ。何か飲み物買いに行こっか。1階に自販機あるから、私ご馳走するよ。へえ、いいの？いいの？じゃあ俺、力水でお願いします。あるかな力水。わかる人いるかな力水。自販機は1階よ。これお母さんかな。あなた、三鏡様って知ってる？裏山の神社に祀っている神様なんだけど、わかる？実はね、私、三鏡様に。いえ、なんでもないわ。ねえ、ミカちゃん喋らないんだね。まあ、あんま売ってないね、最近ね。力水、もしくは、ガブ飲み、メロンソーダ、もしくはリアルゴールドでお願いします。モンスターがあればそれで。元気出るんで。よし、おごってもらおう。モンスターったらモンスターだな。モンスター200円するんで、おごってもらおう。うまい。メロンソーダとか、リアルゴールドとかうまい。よし。あ、ライフガードもいいな。炭酸ばっかり。すごい、太るぞ、炭酸は。あとね、梅おろしってやつがめっちゃうまかった。俺のね、学校にね、梅おろしっていうね、やつが売っててね、めっちゃ飲んでた。ガブガブ飲んでた。梅おろし。それがね、一番人気だった。すぐ売り切れんの。ライムギラシャイ。ハーゲンダッツ。これは違うな。何が違う？これか。
どれにしよっかな。ドデカミンもいいね。ん？ねえ、なんか今、変な音しなかった？変な音？あ、鏡割れたのか。こっちの方から音がしたよね。誰もいないけど、あ、また変な音した。やっぱりこっちの方から。やめろー。梅よろしいらじゃい。なんか気味悪いね。やばない？やばない？そっち。ん、なにミカ。え、もう少し中を見てみようって。なんか気味悪くない？キツネでも入り込んだのかもしれないって。それもあるかな。キツネとか出るんだ。わこたいらじゃい。特に何もいないけどな。イリスいらじゃい。はるかもね。ミカ何をして、ちょっとやめなよ。これ、ミカ神様の祠だよね。いじらない方がいいって。だってほら、ミカ神様って、神隠しをする神様って言うじゃない？悪いことをしていると神隠しされる、なんてよく言われてるしさ。祠にいたずらなんてしてると、ミカも神隠しされちゃうよ。ミカちゃんっていたずらするタイプの人なの？わっと！ん？何か今、気のせいかな。ほら、ミカ、キツネもいなかったんだから、とにかく戻ろうよ、病室に。待て、これ異世界に迷い込んだとかじゃないですよね。三日神様の祠。ホロホベツ市、浅苗村に伝わる神様。これ読んだね。祠は作られましたと書かれている。これ読んだね。あ、電話調べたっけ。110番に、女性部、あ、これどこでもセーブできるやつじゃないんだ、やべえ。やっちまったか、これ。待って、キンキン聞こえる。これあれかな、若者だけに聞こえるという、待って。モスキート音みたいな。待って、なんか、え？なんか構造違くね？あ、いけねえんだ。いけねえんだ。やばいぞ。この音ちょっと耳に来るな。モスキート音が、若者にしか聞こえないという、あの伝説の、人の気配を感じられない。これ絶対異世界だよね。俺わかるよ。俺ホラーゲーやってるからわかるよ。え？待って、いけないんだが。え？待て。なんもできない。待って、なんか出てるよー。誰だよ、ここにケチャップこば。やめろー！来るなー！なんだ？どうしたなんだ、やめろ、来るなってなんだ？へ。魔王いらっしゃい。帰れ、助けて。なに？待って、やばい。なにこれ？あの、ボンバーマンのラストみたいになってる。あ、やばい。ボンバーマンの時間なくなった時のラストみたいになってる。どんどん迫ってくる。やばい、帰りまーす。開いてる。閉まってたの逆に。サドンデスだボーンみたいな。やべえぞ、これ。あ、ねえ、ミカ、こんな感じじゃなかったよね。こんな感じじゃなかったぜ。なんかここ、すごく嫌な感じがする。進むのやめよう。だが、しかし断る。もう、なんで、いけないの？あれかな？あの、ハンターの、あの、バトルタワーの200階みたいな、天空闘技場か。200階。あの先にはヒソカがいると。わあ！やばい。え？何これ？電気さっきついてたよね。なんかあるよ。何これ？こんなのあったっけ？何した今何した？何今の音？ナースステーションの方から聞こえたよね。うわー、ららら、セーブしてー。セーブ、あ、これセーブかな。あ、小さな鏡がある。何か書いてある。近道。あ、ちょ、セーブしよう。まずセーブしよう。あ、よかった。このゲームあれだね。鏡でセーブなんだね。近道ってなんだろう。まず雑談しようか。なんかおかしいよ。どうしたんだろう。今来たぜ、いらっしゃいね。電気以前の問題だよね。床とか壁とかこんな感じだったっけ。それにすごくカビ臭い。でも雑談ってのもおかしいね。今考えたらね。ね、相談とかじゃないんだ。雑談なんだ。ねえ、あれ知ってる？みたいな。へー、みたいな。トリビア的な。アイテムの使い方。アイテムは自動で使われるもの、そうでないものがあります。アイテムの説明は読みましょう。はーい。何でも使われてないかのような匂いがする。酸っぱいのか。酸っぱい匂いか。開かない。女子トイレー。何時でも使われてないような。まあ、ナースステーションに行けって言われたから、ナースステーションに行こうか。行こう。わや行こう。なんだろう、電気消えてる。わっと！
え、待って、長木さん、いる的な、いる的な、え、待って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 、え、あれ、え、嘘じゃん、え、嘘じゃん、あれ、え、え、え、だ、え、ダッシュ機能ってないよね、このゲーム。え、ダッシュ、え、ダッシュってないよね。ダッシュ機能ってないよね。え、嘘でしょ、え、え、早っ、え、だ、え、嘘、え、だって、ダッシュ、ダッシュできないよ。あそこはあれか、罠なのだな。罠なのだな。え、ちょ、アイテム見てみようか、アイテム。バッグ。違うのか。手帳。ない。え、え、だって俺全力で逃げたよ。あれ全力、俺の全力だったよ。え、え、はい、ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。おい、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 あ、し、死んだか。これ、看護師の人形？足が腐って崩れてる。なん、キャーえ、もしかしてモノホン？モノホンなのこれ。ちょ、雑談しよう、まず。雑談、あ、雑談できねえ。クソ。え？看護師のお化け、う。モノホンか、これ。帰りたい。雑談もできないし。どうしよう。トイレで、おしっこする？ダメか。ダメか。おしっこダメか。ちびる前にする。あ、入れた、入れた。入れた。随分古い紙だ。病院を増築、事故といった文字が読める。あれ、ゾンビなのか？あと読めない。これは、古びた人形が落ちている。あれが消えた看護師なのかな？相当古い新聞記事だ。冒頭だけ読める。ホロホベツ氏3度目の神隠し。3度目。新聞記事、途中だけ読める。神隠し、御神様と。御神様はか。とか、新聞記事、最後だけ読める。神隠し、変わり果てた姿で。やっぱあれ、さらわれた人なの？開かない。もうだってさ、あれ、これ入るたび、あにーびっくりした。もうやだわ。喋ってる途中に出てくるのマジ困るわ、これ。マジ困るわ、これ。びっくりした、今。これセーブかな。人形注意。ああ、はい。雑談しようか、まず。これどうしちゃったんだろう。入り口とか窓とかなくなって出られない。ミカ大丈夫？あ、もう、びっくりした。風呂に行け。風呂に行け。え、なんかこれヒント？これ毎回変わるとかじゃなくて？ああ、違うのか。急に文字変わったから何かと思った。いやー、もうびっくりだわー。